ビルや一般住宅の外壁、内装などに使われることが多く、100年以上の耐久性を持つと言われるタイル。そんなタイルを製造販売しているのが可能製陶株式会社だ。可能製陶が位置するのは多治見市笠原町。タイルの生産で有名な地域である。50年以上の歴史ある企業であるが、その道のりは決してたやすいものではなかった。バブル崩壊、リーマンショックは業界全体としても大きな打撃を受けた。そんな状況の中、可能製陶ではデザイン性に優れた製品開発を展開。タイルの表面の形成に使われる金型や色付けに使用する釉薬を自社で開発することで、バラエティ豊かなタイルの製造につながった。主張するだけじゃなしにですね、主張ももちろんあるんです。デザイン的な主張もあると思うんですけども、いかにその周りの雰囲気、景観とですね、溶け込むかと、その両方を兼ね備えたタイルっていうのがいいタイルじゃないかなというふうに思いますね。可能製陶では2009年からタイルの再生・修復事業に力を入れている。この事業は他社や海外のタイル、さらには経年変化により色が変化したタイルなどを再生する技術が要求されるが、可能製陶では長年蓄積してきた知識と経験、そして職人の技により、これらのタイルの再生を可能としている。少量多品種の生産が必要になり、作業効率が悪くなるにもかかわらず、あえてこの事業に取り組む理由は、代表取締役社長加納義樹の熱い思いにある。新築だけでしかやりませんということはですね、やはりもうそういう形では、まあ業界としてもダメだと思うんですね。生み出したものを責任として最後までケアをするというのは、やっぱりこれは業界として当然だと思います。当然だと思いますし、我が社もそういう考えで、取り組んでおります。また2010年には世界初となる LED 組み込みタイル、タイルプラスライト開発。一番苦労したのは、タイルと LED の周りに使用するプラスチックの2つの素材をうまく組み合わせることであった。タイルは焼く前と焼いた後で大きさが微妙に変わるため、そのわずかな誤差を計算して形を作ることが必要であったのだ。常識にとらわれない発想というか、組み合わせというもの、そういうことも取り組んでいかないと、新しい分野というか新しい製品というのはできてこないと思いますので、そういう意味ではどんどん、まあ、これからもですね、別の分野の取り入れた組み合わせた製品というのを開発していきたいなというふうに思っています。さらにタイルプラスライトは世界でも話題を呼ぶ商品となった。2013年には世界最大級のセラミック見本市チェルサイエに出展、メゾンエオブジェにも出展した。これがきっかけとなり、現地の大手タイルメーカーと業務提携を開始。可能製陶の技術と海外の感性を融合し、製品を開発していきたいと考えている。可能に任せれば、お客さんの思い通りのタイル作ってもらえるなというような、そういうですね、安心感を持っていただけるような、そういうメーカーになりたいなというふうに思っております。